久々やな、これ。よいしょ。メモるかもしれない、聞きながら。はい、やりますか。じゃあ皆さん、こんにちは。デッカムリオンです。はい、いつも。皆さん、こんにちは。カムリオンです。先日、5月8日にリリースされましたカメロンのセカンドアルバム、イーハトーブについて、今回からちょっと回数を複数に分けて、メンバー4人で楽曲についてちょっと語っていくみたいな動画を撮ってみようかなというふうに思いますので、いいんじゃないですか。それをやっていこうかなと思います。まあね、それぞれの曲がどないなことやねんっていう、もしかしたら思ってる箇所があるリスナーさんも、もしかしたらね、うん、そろそろもしかしたらね、もしかしたらもしかしたらいてくれれば嬉しいなって思ってるんで、そうですね、ちょっとまあ種明かしじゃないですけど、こここういうことだったんだよみたいなの話もまあちょっと出てきつつ、レコーディングの時の思い出話だったり、いろいろできればなと思います。思います。まあじゃあとりあえずリリースしたということで、はい、KP しますか。 KP しましょう。はい、KP しないとね。せーので、いくよ。いくよ。俺ちょっと振ってるかもしれん。大丈夫かな。やめてや、ちょっと怖いね。とりあえずじゃあ、はい、せーの、はい。あ、やべやべいける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 。ああ、よし。じゃあリリース、はい、おめでとう。おめでとう。キャビキャビはい、よいしょよいしょ。トマトジュース。僕はライブハウスでもうまこれトマトジュースを頼みがちという。あ、でも結構アルコール結構高いな、うん、なんかよくわからない。一人でスパークリング飲みたい時におすすめ。ああ、確かに。なんか白い量、白いワインの酒。やばい、これすぐゲップ出るわ。あ、スパイスうまそう。まあ、てな感じでやっていこうと思うんですけれども、まあなかなかその、ね、まだ届ききってない僕たちの意図みたいなのを別に全部種明かしする必要はないとは思うんですけど、まあちょっとヒントみたいなね、聞く手がかりになればいいなと思うので、一緒に僕らも改めて聞きながら思い返していきましょうか。はい。はい、じゃあまず1曲目。タックナンバー1、A Hazy View from イーハトーブ。イントロ、イントロですね。大丈夫でした。大丈夫でした。まあ、イントロダクションって名前はね、あの、ファーストの時はつけたけど、今回は一応、題がね、ついてはいるんですけど。Hazy View。Hazy View。もや、霧。もやがかった景色。から、理想の今日をね。違う。逆じゃない？違う、逆か。お前一番大事なのから。リハドームから見る景色やな。うん、はい、お、どんな曲ですか。まあ、まず聞きましょうか。はい、これみんなでね、1曲ずつ聴いていこうということになってます、はい、僕らもちょっと思い返しながら。はい、じゃあ、聴きます。聴きます。なるほど。長いな。集中して聴くと長い、ね。うん、そう。結構長いな。しっかりボリュームのある。まあ結構ちゃんと曲。うん。でも2分ぐらいある。2分ぐらいある。1分49秒か、確か。まあ、作った人から話して。作った人ね。これまあ、そっから一人ずつ、なんか、それぞれの曲について話すみたいな感じにしようかなと思ってるんですけど、はい、まあこの曲は、みんなで作った。うん。でもまあ、まあ、土台があるから、どうやって作ったかについて話しますか。まあ、これは、まあ、結構、この、なんて言うでしょう、他の曲と全然違う作り方してて、まあ、前回で言う、太陽体に近いねんけど、でも太陽体より、あ、まあ、インプロと太陽体の間みたいな感じかな。まず、ここ3人でね、即興したんですよね。うん、
即興して完全インプレ、うん、マジでなノータイトル、あのその時はまだエイジビューっていうタイトルも決まってなかったから結構、うん、ただなんかその山的ななんか景色みたいなのは話してたよね、うん、高原でみたいな、そういうのは決まってた、うん、その前のアルバムのタイトルになるかもしれないぐらいの感じでいろいろ話をしてた時に確か撮ったから、うん、ちょっとなんかそのなんていうの、民族的じゃないけど、うん、なんかプリミティブな感じの、ね、即興になったなっていうふうに思いまして、うん、その上に重ねていったね。フルート、ドラム、ドラムというかパーカッション、うん、まあまあドラム、ドラム叩いたのよね、うん、ドラムドラム、うん、で、まあコントラバス、コントラバスの3本、うん、有機的な感じでね、やりましたね。結構イメージは共有できた上でやつはできてた気がする、うん、そんな気がする。最初の何回撮ったの、ね、何ていくと 3で止まったかな。意外と早かった、早かったというかそれぐらいだよね、確かに、うん、なんかもうこれ以上出んなみたいになって、うん、そうそうそう、これが一番いいなってなってやったっすね。で、まあその素材を最後に僕がいろいろ料理するっていうやり方で今回は、うん、やりましたね。何料理内容は、そう、料理内容でもほんまに決めててどうやるかっていうのは、もうその即興を取った時から、うん、その他の曲の断片を別で書き出してミックスの作業を しながらそれを同時進行でずっとやってて、ここ使いたいここ使いたいっていう場所をひたすら取り出していってて、でほとんどの曲のミックスが終わった段階でそれをコラージュしてその即興の上に貼り付けていくっていう。だからまあシンセサイザーのなんか、あ、なってない、なんかこのファーンっていう、うん、パッドの音だけは後から別で撮ってんけど、うん、それ以外のなんかノイズジジジジとか鳴ってるのとか、声がリバースしてファーンって入ってくるのとか、シンセのデレデレデレみたいな音とかは全部どっかの曲から引っ張ってきた素材、ね、で自分は全部がどれか分かってんねんけど、うん、結構まあもし今から楽しめる要素があるとしたら、それぞれの素材がどの曲から引っ張ってきたやつかっていうのを探すのが結構、ちなみに俺明確に分かってるの2曲しかない。それさそう、結構え、みんなどれぐらい分かってんのかなって実はちょっと、まあさすがにそのパーカッションの音、あのエレクトロニクスの音とかはまあ分かる、あれは森やちゃうけど、そう、うん、あれは森だし、あとちょっとさ、うん、聞こうぜ、やっちゃう2時間ちょっとだけ2時間。そうだからここは即興、これ乗せても大丈夫だよね。これはもう分からん、これはドゥルディドゥルディは、っていうあのイーハトーブの B メロのピアノをリバースしたやつ。分かんない分かんない分かんない俺らで分かんないでも面白くないですか、僕こういうのめっちゃ面白いです、ね、これはな、これはスキル、ちょっと象徴的なやつだけど、これは森、そう、これは森ですね、ってやつは森の中間部の、このサイドになってるギターとかも森のやつ、うん、これは分からん、これはホナラネの俺のシンセス、まあ、音色的には確かにそうっすね。で抜き出す楽器の傾向としては、まあ、目立ってるものとソロ取ってるもの以外にやっぱ俺の弾いてるものをあえて多めに撮ってて、それはなんか3人と俺の演奏にしたかった。あ、なるほど、寂しかった寂しかったな。そうそうそう、なんかバランス良くなるかなって。やっぱフルートはさ、言うてちゃんと旋律を吹いてるからあんまり抜き出してこんようにした。うん、あ、まあね、俺が一番な聴いてほしい、声、尾崎の声が出てくんねんけど、うーってやつね。そう、お、これを分かる、分かるやんな。うん、何、浴室、 えそもそも俺ごめん、あのどの音か分かってない俺まだ。あ、もう一回聞かせて。尾崎 のラジオボイスみたいなやつ。あー、尾崎違うやつが出てるかも。あ、違う、
いや、これさ、これなんだ、待って待って、どれ、ラジオっぽい。わかる、俺わかってる。あ、この下のでも、そう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 、あ、あれか。これは尾崎は絶対わかんねん。で、いや、これ何、俺これ話しちゃいたいねん。ずっと、俺びっくりして、これ。うん、これ何かって、うん、さざ波って曲の、尾崎が、歌ってる裏でずっと、リリ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 ってずっと、ずっと何言ってるかわからんノイズみたいな、こういうのを通したやつが流れてる。いや、でも、はいはい。で、これは俺絶対使おうと思って、もうずっと撮っててん。で、俺これ、作るやん、コラージュしてるときに、あ、なんかこの素材、もう一回反転してみて面白いなって思って、もう一回反転したら、生きるための音楽。俺びっくりして、こいつ先に込めとった。こいつ先に言ってるわ。俺ほんまにびっくりして、これ作業してながら、鳥肌立って。尾崎はその自分のその、それをリバースした状態で素材として置いてて。素材として置いてて、俺がそれをもう一回戻したから、生きるための音楽。ああ俺、もう、さざ波のミックス終わってから知ったから、はい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 、ああ、やってんねんなって、ちゃんと曲作ってんねんなって、そのかっこいいからとかじゃなくて、ちゃんと意味もうすでに尾崎が込めてたっていう、からもうめっちゃ使ってんけど、でもなんかあざとく使うと、なんかあざといやん、それはそれで。まあ意味あんのかな。そうそうそう。やから、結構慎重に、その他のノイズも多めにしてんねんけど、その瞬間は。これは言いたかった、でリリースしてすぐに言ったらちょっとなんかおもんないなって、確かに。ちょっとあのある種のホラー味を感じてしまったよ。そうそうそう、俺ほんまにびっくりして作業しててそれ聞いたら怖いよな。怖い、え、喋ってんねんけどみたいな。尾崎がちゃんと俺あの森の羊羹歩いてる時って今同じ気持ちになった。ポケモンとしてポケモンの、そう、もう一回聞いて。そう、あ、ほんまや、そうだ、あっていうね。まあそんな感じで素晴らしい。ほんまに結構これ自信あって、あのっていうかもうこれシュハリの日にはい、はい、やってる。ああそうだよ。シュハリっていうライブがね、4月の8日やってるけど、うん、その時の午前中、ライブの日の午前中にこれを仕上げてて、うん、限界やなマジで、うん、そしたら生きるための音楽って、ね、ライブ頑張ろうっていうね。でも結構、まあいい話ですね、それをどの曲のどのタイミングで配置するかとかも結構こだわったから、はいはい、まあ実はただのそのかっこいいコラージュってよりは曲と曲の間の意味とかも考えてその素材貼ったりもしたから、結構まあ探してみてください。またこんな感じでやってますっていう。いや、ちょっとロトムのテレビだったな。一応それで全部。いや、他にもいっぱいあるやろ。いや、あるけど、まあまあ、今の話は絶対したかった。あざす、うん、よく聞いてくれって全然知らんかった。びっくりしたわ、ほんまに。言うまいとして。うん、今思い出したもん俺、そういえばそんなやったなって。そうそうそう。歌詞に余っちゃってんな、それが。歌詞に入れたくて。入れたかったよ、うん、っていうところでございます。え、全曲余すことなく入ってます、ちなみに。どれかの曲だけってことはしてなくて。入ってない曲ないんや。あーって、浴室だけ入ってない。ああ、そう、わざとやねんけど。うーん、でもそれ以外は全部入れてます。いいっすね、っていうところです。なるほど。なんか見つけたら DM ください。はい。まあ、全体としてそのこのイーハトーブっていうアルバムを、まあそういう意味でもそのなんていうの、こっちのなんか気持ち的な意味でも全部含んでるし、音楽なんかこっから始まる音楽を開いていくために一番最初に置いたって感じの曲ですね。まあまあまあ、アヘージビューヒトフロムイーハトーブのお話でした。次、はい、2曲目紹介お願いします。はい、すべて全曲持ってくるの。Time flies like an arrow。 よっ、ね、改めて聞いてみましょう。はい、はい、
い。かっけえな。ジェットコースターやな。なんか久々に聴いたらめっちゃジェットコースターやな。この曲も。まあ尾崎の。はい。この曲はまあ、まあ別にね、バンドで作った曲なんでね。だから作曲とか、どうでもいいんですけど。まあなんか尾崎っぽい感じのカラーが出てますね。気持ちとしてはどういうあれやったんですか？そうやな。まあなんか、書けない時期俺続いたから、うん、俺スキューはさ、だいぶ前に書いてずっとやったけど、それ以降曲全然出してなくてさ、結構、なんだかんだタイムもギリギリやったよね、うん、年明けてからやんな。じゃあギリギリやったな。え、だからこれはもう時効なんで言っちゃいますけど、もともとね、そのいろいろどの曲を入れる、どの曲を入れるっていう枠がさ、はいはい、そこがもうずっとガタガタしてたやん。うん、まあその中のなんか その枠やったやん。うん、でもともとあのライブでやって、実は何回かやってた曲があって、あーうん、そうピューパね、ピューパ言っちゃうピューパ一回だって俺ら ツイッターでピューパってセトリで公開したことあるもんな、うん、新曲っ ってライブやってるから、うん、ピューパっていう曲があったんですよ、うん、で何回かライブでやってるんですけど、うん、まあそれを収録することにしようって話になってたんですけど、うん、まあちょっと違うかもなって結構なっていって、うん、そっからずっとグラグラしててんけど、うん、どうしたもんかって結構年若いで、俺覚えてんの、俺スキューのさ、あのショートムービーみたいな撮影しに行ったやん、うん、その時まだできなかった気がするんだ。できてたっけ？いやさすがにできてたやろ、マジで言ってる。だからさ、ま、町田駅とか言っちゃった、マジか。俺町田駅歩いてる時になんか多分話した気がするな、これでいけそうみたいな、できそうな気がすんねんみたいな。動画がって話じゃない？いや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 、さすがにか、さすがに、うん、でも多分まあ多分その辺の時期の、待って見るわスケジュール、どっかのタイミングでは少なくとも年明けてからやねん、この曲が俺らに共有されたのは。うん、いやでもな、それやったらな、ありえるか。うん、スキューはだってできてたもんな。うん、スキューの撮影行ったんいつやっけ。あれも言うてもギリギリだった気っす。なんか結構ノリで行ったよなあれ。うん、でもスキューリリース、俺元気やったから2月以降やと思うな。1月ずっと風邪ひいてたから。スキューのリリースが2月の28日とかやって。そう、2月28日新解禁で、だそれの、いやワンチャン、まあ、あるな、いやワンチャンやな。まあまあそれぐらいの、うん、まあ切羽詰まったスケジュールやったんですよね。でどうするこの枠って言ってて、うん、尾崎、うん、いや俺やるからやるそれ、でもね、やるけど伝わってみたいなずっとやつだな。話それはめっちゃ覚えてる、年末に話したの、うん、ね。で上がってきて、うん、ピューパーは結構そのダークというかさ、うん、もうちょっと暗いよりやって、あ、まあそうかもね。でもテンション感は結構同じような、うん、似た感じだった。ライブできた人はもしかしたら覚えてる方もいるかもしれないですけど、うんけどなんかそれがすごいなんかちょっと抜け感出たよね。前に抜けるサウンドになって帰ってきたみたいな、うん、その蝶々なんていうのメジャーコードをねあんまり使わないけど、この曲はドンって使って、うん、結構最初はねドミソって結構なんかドミソ、そうそう C メジャーの1度のままだから、ほんまに結構あの一番最初に勉強する和音っすよね。これ途中で消えちゃうの。そうそう、こうだから、まあ最初がドミソなんですけど、結構単純ゆえに使いどころが難しい。難しいよな、うん、アレンジ難しいってずっとめちゃ言ってたもんな。レコーディングがすごいこの曲は肝やった記憶があって、うん、インストっぽくしよう、うん、そのドラムとベースとピアノで最初撮るんですけど、うん、ね、とにかくピアノトリオ的になんか成り立つ手数とグルーヴとみたいなのをすごい意識して、それを後からなんかポップスにしていくみたいなのが結果的にこの曲をすごい面白くしてる要素かなって。結構インストっぽいっすよね実は、うん、頭もちょっとそういうセッションっぽい入りで、歌抜けたラスサビの後とかは思いっきりね、まあだからこの曲は俺が結構ドラムの音とかを大事にしたいっていうのはめっちゃ話をしてて、う
でもなんだかんだ言って、まあそのね、ミックスの段階で結構派手な音にはなったけど、割と生音こだわってやったよね。うん。だからインスト時代の、なんか、セッション感みたいなのを残したいなって、割とジャズのサウンドを残したいなーっていうところが最初ずっとあったから。うん。だからその、まあ身内で言うと、涌井沙羅の曲とか結構俺、ずっと聴いてたし、なんかああいう、なんか、なんていうの、静かな推進力みたいなのを出したいと思ってんけど、結果的になんかバンって爆発したみたいな不思議なバランス感にはなったよね。でもなんかそれがすごい勢いがプレイヤー目線どう、まあ、なんかやっぱりやっぱジャズってわけではないけど、まあ、でもやっぱそのポップスってポップスやけど、うん、なんかやっぱりその一癖はある感じというか、そのやっぱこだわりをすごい感じる音とか、まあそういうニュアンスだったりとか、そういったものに細かいこだわりを感じるのがすごい、でそれをなんか、まあ、一応ポップスという形というか、やっぱりその広く聴けるような形で落とし込まれているのがすごい個人的には絶妙なバランスで、すごい聴いていて面白いな。そうそう、うん、いやすごい、しかもなんか今さっき久々に聴いたけど、なんかいい曲っすねこれなんか最近この曲の良さが染みてきた。正直ちょっと、ま、前までやっていうか、その、あの、やっぱりその、ま、ジャズっぽく撮ったりとかいろいろあって、結構まあ勢いになってかっこいい曲って感じの、なんかイメージの方が強かったんだけど、最近はあの、結構、あ、この曲でも俺泣けそうだって感じになって。やっぱ、うん。いや、全然そのなんか、やっぱり尾崎のリリック一つ一つとか、まあ、メロディーの感じとか集中して聞くと、あ、なるほどなって、あ、尾崎にはでもこの世界が見えていたのかっていう感じには、この曲の僕の評価はすごいなってます。だからありがとうございます。でも割と最近の話ではあるんですけど、ライブで早くやりたいですね。そうですねこの感情のままちょっともう一回やってみたいですね、はい、じゃあ次のライブでね、はい、やりましょうやりましょう。いいですね、ベースライン結構かっこいい、うん、生き生きと弾けた。これ結構な、ね、俺オーダーしたし、そのなんていうの、うん、ベースのさ、そのバランスが多分よかったのかもね。その自分の弾きたいフレーズというかラインと、俺ベースライン考えられんから、あのリフ以外は、うん、だからもう任せるって感じやん、うん、でベジャの曲とか結構してあるやん、うん、だからそうじゃなくて、うん、でベジャのやりたいようにやってっていうのを、うん、やし結構俺要求したよね、その、うん、もっとこうなんかもっといろいろやれみたいなのをすごいやって、なんかどんどん出てきた感じそれで、ね、ベーシスト、うん、ヨネのベースも拡張された感じ。まあベシャ曲も時もそのまあ踏みある中で変え、もちろん変えたりはしてるけど、やっぱりこういう リードシートからやっぱ作る時はすごい、そこは生き生きと弾けたし、なおかつその一緒に作れた良さも結構出てるんじゃないかなっていう、そうだね、決めというかフィルか、あ、途中のフィルとかも、ああででででで、あ、そうやな、あそこ俺分からんから、なんか適当に投げれてたもんなやってみたいな感じで、そうやな、そう、どこ入れるかとかもやりながら決めたもんね、うん、確かここはピアノはいらんなとか、うん、ピアノと一緒にやろうかとかな、うんうんうん、そうやね、みんなでアレンジ結構練ったよね、練ったね、いや俺それをすごいやりたい、とにかくそのバンドでのなんていうの、インストっぽい感じもそうやけど、4人でアレンジを練った曲をやりたくて、うん、なんか楽がある前提じゃなくて、うん、それのなんか挑戦で、なんだかんだ言ってこれアルバムの曲の中では最後の方にできた曲やん。でその中で結構その要素が少ないなと思ったから、俺絶対やりたくて、うん、みんなでセッション的に構築していくっていうのを、うん、でそれは今後のなんか次の曲とかにも生きてくるんかなと思ってるから、その可能性が探れたっていう意味では非常に良かったですね。あと最後に言いたいのは、うん、結構全これ何回も言ってるんですけど、全曲聴いてからアルバム戻ってきてもう一回この曲聴いた時にちょっとなんかエモさが変わるというなんか俺最近は別にそうは思わねえけどさ、出来上がった当初さ、通して聴いたと結構ぐったりしたやん、ぐったりしたまあ自分たちがやりきったかなっていうのもあるけど、うん、割となんか思ったよりちょっと暗くねみたいな、そうすごい、あ、メンタル来てたんやなみたいな。なんかこの曲をリリースした時に、うん、すごいめっちゃ明るい曲出てきたっていう風に言われた曲があって、あ、うん、そうね、そう、まあ、リスナーさんも、うん、で実際その側面はあるけど、なんかでもやっぱさっきへしこがすごい泣ける
くなってきたみたいな、うん、それだけじゃない含みみたいなのがすごいやっぱある曲やなって俺もすごい最近強く思うから、リリックとかも込みで改めて聴いてもらえたら嬉しい曲かなと。そうですね、うん、そうですね、何気結構アルバムの中でも分数も長いし聴き応えある感じなんですけれども、まあイハトーブの最初としてはすごいいい働きをしてくれてるんじゃないかなと思いますね。ね、これライブ結構楽しい感じなんで。そうだね。ライブはグッドで。ライブやってますね。はい。